サブカルは何歳頃から与えれば、はあ、アニメ、テレビ、ゲームなど何歳頃からどのように与えるべきでしょうか。あ、与えるべき、べきで言うと別に与えなくてもいいよ。僕は自分の娘を育ってる時はアニメとかテレビとかゲーム漫画に関しては全く制限をしなかったけどね。まあ別に見たいだけ見りゃいいやとか、ゲームもしたいだけすればいいやと、宿題だけしてればいいよとか、テレビの距離に関してはいろいろ、そんなに近づくで見たら目悪くするぞって言ったぐらいで何にも干渉しなかったんだけども、まあそれでもオタクなんだけど普通に育ったから、どういうふうに与えるべきかっていうべきはないと思うな。子供ってね、親の好きに育てていいんだよ。子供が一番幸せになるようにとかさ、ちゃんと育つようにっていうふうに綺麗事とかで考えるとちょっと変になっちゃうんだよね。でそれよりは自分がこういう人間だからお前もこれに付き合えと、例えば自分が漫画好きなんだから子供も漫画読めでいいし、自分は漫画嫌いだから子供漫画読むなでいいんだよ。それは自分の好き嫌い美意識で育てても構わないし、それが後でちゃんと反抗期っていうのが来てさ、その反抗で反発するからさ、親の思い通りに育てていいよ。親になるっていうことは誰かの道具になるってことじゃないんだ。子供は親の道具でないってよく言うんだけども、同時に親は子供のための道具でも何でもないんだからさ、自分が生きやすいように生きて、その中で子供を育てればいいだけだと思います。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録もよろしくね。